ようこそ、こそナシフ TV へ。本日は水道発電について教えてください。はい、水道発電ですよね。視聴者の方からコメントをいただいて、はい、水道の蛇口でも発電しているって話、ね、みたいなこういういコメントをいただいたんですけど。蛇口ひねると水出てきますからね、これで発電できそうなもんですよね。はい。はい、あるんです、実は。おお、あるんですね。もう既にあるんです、これが。 払う時に自動的に水出るじゃないですか、はい。あ、そうですね。お店とかだとほぼこれだったりしますよね。そうですよね。蛇口やっぱりね、こう水線ひねるとやっぱり衛生的じゃないんで、自動的に出ると。はい。この電気実は水道発電なんです。えー、そうなんですか。えー、そうなんですよ。水道流れる水でこれで発電をしまして、はいはい、この電気を蓄電池に蓄えた上で、この電気でセンサーと。 はい、それから中に、ね、電磁弁って弁があるんですけれども水を出し入れず、うん、その弁を動かしてるんです。うん ええ、そうなんですね。全然知らなかったです。でしょう。はこれね、ちゃんとね、もう知ってくと自慢できるかなそうですね。多分意外な方も多かったんじゃないですかね。ええ、最初にこれね、開発したのはね、トトという会社なんですけれどもね、トトって言うとね、なんかアメリカの六番のなっちゃうんですけれどもね。うん、わからないけど。はいそうなんですね。そうなんです。それは置いてきまして、はい。もともと東洋陶器って名前の会社だったんですけれども、名め替えましてトトになりまして、ええ、トトって次読んじゃうんですけれどもね。で、2001年に実はこの自己発電水線開発されてる。 もう,う2001年に、うん、そうなんですですからもももう20年のの歴史あるるんんでですすよし、うん、しかもその後も進化し続けてさっきも言いましたように水道の水流で発電しそれを蓄電池に蓄えセンサーと電磁弁の電源として利用してる、うん、っていうのがこの図の仕組みなんですよ。うんうん なるほど中に入ってるんですね発電機がそうですよですから洗面台あるんですけどこの社に実は発電機あるんだぞっていうね、はい、自慢しちゃいますよね、うん、<laughs> これだけじゃないです最近もさらに小型化しまして、はい、この蛇口の部分に発電機と蓄電池全部入ってるっていうね、はい、蛇口の部分にですかすごいちっちゃくないですかちっちゃいんですよそうですよね従来の三分の一までねサイズダウンしてるっていうね、えー、大変でしたよねきっと開発するまでとうとうのページ見るとにサンドクローバ乗ってますからこれ、えー 全体ね発電ユニットも3分の1にするという製品もできてるんですけれどもね、はい、まあこんな感じでできてますでちょっと次の図を見ていただきたいんですけれども、うん、これはね洗面台の下に発電機あるタイプなんですけれども、うん、これだけじゃないんですよセンサーだけじゃ、はい、もうちょっと工夫がありまして、はい、水が出た時にやっぱりなるべく節水して手を洗えるように空気を交えてで水が出るような仕組みを入れてるんですへ、はいはい そうですね。これ見ればじゃこうなっているってことですよねそうですで。これはね左の写真はセンサーがついてるんですけどね。 でね、これで節、ね、水することによって従来84も水してんですより、うん、も84%も節水できてるんですね。ちょっとこのグラフ見ていただきたいんですけれども、はい、一番上はね普通のこうやって回す蛇口なんですけれども、うん、アクアウォードっていって、うん、あのさっき3分の1ってありましたでしょ、はい、あの製品でもあれはねちょっと空気混じってこないんで節水は68%にとるまってるんですけれどもこれの節水タイプになると84%おーよりすごいんですよ。はい、ですから実際にはねもうエネルギーハーハベスティング っていうのもこの節水で十分脱炭素してるんじゃないかなと。そうですよね。84%ですもんね、えー。この驚異的な数字なんです。うん、でさすがにとうとうだけじゃない、他の会社もこの水田発電やってます。せっ、はいうん、かくから紹介します。うん、こちらはね、リクシンの製品です。はいうん、リクシンもともとはね、イナックスっていう会社と一緒に合併している会社なんですけれども、そこで作ってるんで。これはまあ、ね、アクエナジーっていう商品名もつけまして、うん、同じように発電して、うん、充電して。 出てくるとなるほど、うん、まあこんなような商品作ってるということなんですね、はい、でここでこれだけ発電機できるんだから、はいうん、太い水道管だったらできるんじゃないかと思われますんにそうですねより量も大きくなりますからねあるんですこれがあるんですよ、うん、でかいビルになると、はい、どんどんやっぱり水もって上から下流れてくるじゃないですか上から流れ落ちてくる水使って発電してるんです、うん 以前も似たようなものありましたよね。そうですね。以前紹介しましたよね。はい、あの時は確か N. H. K. の福岡放送局だと思うんですけれども。ねうん、見てください。これ。はい。三機ソリューションっていう会社のエネルギー回収システムっていうものなんですけれども。うんはい、これはやはりビルの上から落ちてくる水を、こう流して、で水車回して発電するんです。うん、うん、なるほど。で、これね、あの左側にあるのはね、九キロワットタイプなんですけれども。はい、そんなにたくさん水ないよって言ってもね、この右側にある三キロワットタイプもあるんですよ。うん そうなんですねそうなんですよだ、はいたい、ね、有効落差が35メートル上からだいたい水量1秒あたり2.8立方メートル落ちてくれば9キロワットの水が、はいはい 発電できるお。じゃあもっと大きいものを作れてるってことなんですね。こんなようなものもあってね実はね、こういろんなところでエネルギーの有効利用してるんですけれども、はい、エネルギーハーベスティングいろいろあるんですけれどもね、はい、最後に水道発電じゃないんですけれどもちょっと変わったところも紹介しようかなと思いますね。うん、2005はい。年頃、京都のタクシー会社でエコ21って会社あるんんででで、すすよ、うんあ。そうなんですね。はいで。このタクシー何がすごいかって小型の風力発電ついてるんです。へー じゃあこの写真にもついてるんですかいやこの写真についてないんですよこの写真についてないこの写真まあちょっと理由があって今外しちゃってるんですけれども、はい、タクシー走ってると当然風来るんで、はい、風力発電回るんで電気を切るんですよねとこのタクシーに乗ったお客さんはこの風力発電の電気を使って、うんはい、携帯電話の充電してたんですよへー そんなことできてたんですね。そうするじゃなんかねエネルギーの有効利用、再生エネルギーって思うでしょ。思いました。思うでしょ。でもねこれ風車回るってことはその分だけタクシーの空気抵抗が増えてるんですよ。で空気抵抗増えるってことはそれだけガソリンの燃費悪くなってる。そうですよね。なるほど。じゃあそれでなくなっちゃったんですそうです。ですからせっかくエコ二十一でいいアイデアだったんですけれども、ちょっと実はエコじゃなかったっていうね。ちょっと意味がなくなっちゃったんですね。はい。まあそんなことがあってまあ現在は風力発電なしでタクシーを走らせて京都案内し stick. くれています。なるほど、それがこのタクシーなんですね。そうなんです。ということで、まとめいきたいんですけれども、水道発電。これやっぱり理想的なエネルギーハーベスティングの応用ですよ。そうですね。で、電源が不要なだけじゃなくてね、この場合はね、節水とかね、清潔さもね、関係してくるんで。これも本当、そういう意味でも、非常にいいものだなと思います。で、せっかくやっぱ水落ちてくるんで、こういうビルの配管、これ使って、発電も実はしてます。ここね、ね、実はエネルギーハーベスティング、身近なところで、もいろいろ使われてるんですけれどもね。時々ね、まあ、身近なのかもしれないですけど。 <laughs> ね、ちょっとどうかなっていうのもあるので注意しましょう <laughs> ちょっとなるほどやってみたら違かったなんてものもあるんねそうなんですねエネルギーハーベスティングと思いながらね全然なってなかったとっいうのもあるんで <laughs> まあその辺はね注意しながら使っていきたいなと思いますけどね。うん、ね非常に楽しい技術だと思います <laughs> はいありがとうございますこのチャンネルでは毎日脱炭素を軸とした情報配信を行っておりますチャンネル登録高評価通知もオンでお願いしますコメントもお待ちしておりますそれではまた次回,次回